重さ10トンのアタンカイアタンとは、石炭の中でも最も石炭角が低いものを言う。地質学上の用語としては、カッタンが正しいが、日本においては、行政上の必要からこの語が用いられる。カッタンが褐色を呈するものが多いのに比べ、アタンは褐色からアンハイ色を呈する。属性作用を強く受けていないため、セコイアなどの木片の組織が観察されることも多い。 仙台市内で産出されるアタンの中には、組織がしっかり残っているものもあり、埋もれ木として採掘物の材料にもなった。世界の埋蔵量は、カッタンと合わせて、より高品位の石炭の埋蔵量をしのぐ6000億トン以上の規模とされる。日本国内でも埋蔵量は多く、東北地方だけでも3億トンとも推測されている。品質に関しては、カッタン同様、 石炭化が十分に進んでいないために不純物や水分を多く含み得られる熱量が小さいことから製鉄などの工業用途には向かない。日本では明治年間から1950年代まで全国各地で採掘され主に家庭用燃料として重宝された。特に第二次世界大戦中及び直後においては燃料の輸送事情が極端に悪化したため 仙台市や名古屋市などの大都市や、長野市などの中規模都市の市街地などでも、盛んに採掘が行われて利用された。岐阜県蟹群三丈町は、明治初期から開発が進み、最盛期には、全国産質量の4分の1以上を占め、炭鉱の町として栄えた。宮城県大崎市は、三本木屋団の産地であり、阿蘭記念館には、日本最大の阿蘭会が展示されている。 アタンは不純物が多いために着火性が悪く燃焼時にも独特の周期や大量の倍煙を出すため燃料事情が好転すると早々に都市ガスや石油などへの転換が進められた。2000年代の日本では燃料としてのアタンの使用は皆無であり輸入されたアタンが飼料の添加物や土壌改良剤などに用いられるのみである。土砂を埋め戻したり水を注入させ 空間を埋めなければ地震時などに災害が発生することが懸念されているが、小規模な業者や個人による無計画な採掘も多く、採掘場所が不明確な地域もある。三竹町は1968年に採掘が終了したが、網の目状に広がっているとされる空洞の全容が解明されず、陥没事故が起こり、問題視されている。仙台では、 幕末から小規模な採掘が行われていたが記録が少なく1980年代頃から住宅地で陥没が発生しているが抜本的な対策が講じられない状況にある。ありがとうございます。